やんか。でも多分だから多分今聞いても、うん、多分あの関西以外の人でキャベツ入れてるたこ焼きの人食べたことある人いると思う。本当ですか。知らん。入れほら入れるよね。ちなみにキャベツ入ってるたこ焼き食べたことある人。ほら。でも京都は入れるよって言ってる。うせやん。それバチモンやで。ほらほらでもちょこちょこ待ってるやろ。何？ちゃうやんな。そうだ。東京来てたこ焼きお祭りとか行った時とかに出てきたたこ焼きでキャベツ入っててめっちゃびっくりしたことあるもん。コーラ誰？はい、私です。はいはいはい。ジョーニシさん。はい、ジョーニシです。ありがとうございます。これはそれなんですか？これカシオレ。カシオレ？あ、私。あ、飲むんかいな。ええやんええやん。いいな。これは。あ、麦茶ですか、ね、麦茶かな、私です。あ、麦茶、はい、メロンソーダ、はい、メロンソーダ、あ、メロンソーダ、はいはい、ありがとうございます。すごいですよ、西川さん。何？焼酎ロックです。あの、お湯割りで、あ、お湯割りですよ、お湯割りだよ。あ、でも、なんとかしてな、頑張って飲みます。なんとかしてダメですか。ミルキー飲むの大丈夫な。なんか、芋焼酎を頼んだら面白いかなと思って。え、何ぞ、なんか、え、面白い。普段飲むん？いや、普段はそんなに飲めないんですけど。なんで急なの？いや、急ですね、すごい。急に芋焼酎を頼んでみました。でも、まあ、飲める年ですね。はい、一応二十歳なんで、だから大丈夫です。そうですよね。大丈夫ですよね。はい。ちなみに私ミルキー推しです。うわ、嬉しい。あ、いや、俺もまあミルキー好きやで。え、じゃあ4枚ですね。なんかこれ前のとこんなくだりあったよ。ええねんやけど、いや、そのなんていうのかな、はい、なんかちょっとさ、信じられへんとこあるやんな。なんかなんていうの、お前誰にでも言うてんちゃうの。言ってない。大人の人みんなミルキーのことちょっと最初気に入るやん、結構、はい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 、結構おっさん気に入るやん、はい、俺現場とかでミルキー可愛いって言われてるの見たことあるもん。そうなんです。でもなんかそういうのこう長いこと見てくると、はい、なんか信じられへんなって。そんなことないんですほんま。でも、うん、まあ、あんまり、とりあえずあんまり、はい、大丈夫です。あんまり大丈夫。最後、はい、せっかくですから、はい、まあね、AKB とかいろいろ来てくれたりとかしますけど、はい、NMB 初めてなんで改めてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。参りますよ、記念ですからね。参ります。乾杯。乾杯。イエーイ。乾杯。はい、よろしくです。お願いします。あ、すごい。やわら、見てみーなー。おさあさあ参りましょう、ま、今日もね、はい、そうですね、はい、時間もありませんから、はい、どんどん行きましょう、はい、どんどん行きましょう。めっちゃまずい。え、まずなんでもね。今回も NMB48 の皆さんには事前にアンケートであれこれ伺ってるので早速ご紹介しましょう。ね、すごいですね。はい、最初の人はこちらです。はい、アイドルっぽく特技を披露して。おお、これは披露してくれるんですかね。順番に行くの。その答えがこちらです。似顔絵。あら、うまい。めっちゃうまい。特徴を取れるのが、はい、とりあえずじゃあ書いてもらうしかないよな。書いてもらってる。書いてきました。あ、そうなんや。まあでもほら、それぞれさ、はい、最近はほら、まあグループ、派生グループでも SKE にさ、はい、ほら、まあアニメ好きやったりとかして、そうです、ね、めっちゃうまかったりとかさ、はい、そういうのも結構ちょこちょこいるやんか、はい、さ、俺仕事したことあるよ、だからそういう意味では、うんうん、そういうのはあるけど、でもちょっと違う意味で、うん、なんか悪口みたいな。え、そうなんですか。ミルキーさっき言うことあかんやつじゃん。俺どういうリアクションしてるか分からへんわ。でもまあ見てみてください。あ、まあ、そうやな、はい、うん、山本さん、いろいろ大変やな、なんか。ありがとうございます。行こうか。はい、じゃあまずさよねーから。お楽しみ。じゃん、さよねーです。え、どうですか。あ、顎どうしちゃったんですか。どうしちゃったんですか。さよねーです。めっちゃ笑ってる。これええやん。 T シャツにしんやん。 T シャツ、ほんまにそういう感じの絵なんです。これええやん。ね、いや、でも途中までめっちゃ似てるわ。途中まで、顎がすごいけど、顎はもうすごいことになってるけど。そうなんですよ。扇風機おばさんみたいになってるけど、あの、途中は似てるわ、はい、確かにその顔が中心にギュッて寄ってる、なんかな、パーツが。はあはあはあ、分かる分かる。こう分け目とかもそうやし、はい、目力強いしな。あ、似てるやん。でも顎はもうどうなってるんですか。顎よくいじられてるんで。確かにちょっとな、はい、ちょっときてる。あれ、フランスパン食べてきてる。
誰がフランスパンみたいな声ってなんでそんなテレビ出るときにこんなレジャー感覚できたのさあ続いて続いてミルキー、私あんまり書いてもらうちょっと立っててそうなんですよ、髪型もうちょっと伸ばしてもらおうかもしれないな、あミルキーいくつかなんで、はい、いやいや、まだ行く、まだ行ける、7行きます、ナナちゃん行ってみよう、行ってみよう、じゃん、はいはい、ナナちゃん、あーすごいすごいなじわる、はぁ、でかすごいなすげえすごいすげえアフロコーンみたいなサムエル・エル・ジャクソンとかこうやってるみたいな話してて、すげえ、はい、アフロコーンみたいなここから出てるじゃあ次ジョーニスケイちゃん、はいはい、じゃんあええわなるほどな、鼻がやっぱり飛ぶじゃん、はいはいはいなるほどなるほど下に向かってなこれね楽屋でもずっと書いてそうなんです、さっきも書きやすい、そう今日も楽屋で書いてました、私はマジで、うん、はい、日々進化してる、はい、筆を使った暴力がすげえな、最後に、うん、西川さん、来た来た来た、見たい見たい、行きます、俺大体わかるけど上がりなんとなく、はいはい、じゃん来て来てあどうですかちょっとですかミルキーのこと言えないですね超激がタッチやし超一重やんこいつあでもなんかたまにあのツイッターとかじゃないけどあんなんであの俺すごい西川さんに似てるって言われますって写真送ってくれるやつとかこんな顔してるみたいな、絵はね似てるけど、はい、方向性こうだよな、はいはいはい、はい、ありがとうございます、すごいすごいな、あ、その他の答えがあります、皆さんの特技ですね、はい、お城のモノマネ、確かに、私これ書いてないですよ、なんなんお城のモノマネって、まあまあまあ、お城が好きなんでそれを体で表してみたっていうだけの話なんですけど、うん、お城のモノマネ、はい、あんまり聞いたことないな、うん、どんなんないですか、いやです、ね、いやそんなじゃあお尻のものをやりますみたいな、あんまり身近にやってみてやってみてよ、はい、じゃあ一つあの一番わかりやすいやついきます、はい、首里城、おー似てる似てる似てる、あのこれのリアクションの正解はまだ分かってないんですけど、分かってる分かってる、山本さんよりも問題はお隣にあるもん似てる安い店安いキャバクラ似てる似てる、なんなんそれ、そのテンションで仕事するのやめや次ある方が何かある、続いてはこちらです、あるある、はい、続いてでしょうか、あもう質問になっちゃいましたね、はい、自分以外のメンバーがどんな子か教えて、知りたい、はい、はい、その答えがこちらです、はいはい、山田さんは家に帰れないと泣き出す、あえさん、どういうこと、なんかよくあのラジオ収録でよく一緒なんですけど、はいはいはい、終わってから夜遅くて家に帰れないとすごい泣き出します、うん、いつも、は結構なんか、うん、その帰れないことが一番のストレスで、うん、それでお家が好きなんですよ、家に帰れないってどういうの、そうだからあの例えばじゃあ2週間ぐらい泊まりましょうってなってくると、まあでもほって名古屋も行ってるし、そうです、でお泊まりでいろんなとこ転々としてると余計お家に帰りたくなってきちゃって、うん、なんか急にお母さんにちょっと違うようで電話しただけで泣いちゃったりとか、うん、なんか泣けてきちゃうんです、え22やな、引いてますか、いや引いてえ引いてはないよ、22です、22やんな、でもそれは入った当初から変わらなくて今も帰りたいなって常に思います、今も今も、もしかしてなんだなんでやん、なんでもう
ちょっと。いやいや、もうちょっと我慢して。もうちょっとだけ。もうちょっとだけ。楽しんでます。楽しみにしてました。ほんま？はい、これは。でもほら、でもしばらくおるんちゃうこっちに。そうなんですよ。東京ドームもあるし。はい。